ファースト、セカンド、サード、フォース、フィフス、シックス、セブンス、エース、ナインスの能力の階級がある。高ければ高いほど化け物じみた能力と身体能力が得られる。ここに俺の盾を用意する。俺の名前は山本真雲。元ファーストクラスの能力者だ。え？なんで元がつくかって？そんなことは本編で話す。俺の能力は武器創作、空間創作、生命以外の創造、未来予知、不老不死、エトセトラ。つまりは何でもできるってわけだ。そんな最強の能力があるのになんで元ファーストなのかっていうと、朝起きたらこうなってた。ああ暇だよ。はあレンタルショップで DVD 返しに行くか。やっと見つけたわ。毎度ありがとうございました。はあ延滞料金発生しなくて済んだ。オラオラオラ、てめえらそこをどきやがれ。俺様はシックスのモンブ太郎だ。シックスの実力は人間卒業したてです。急に目の前に現れたのは刀を持った大男だった。おいおい、いきなり現れないでくれよ。せっかくの楽しみを一瞬で壊された気分だった。すると警察が現れたが、男が刀を振ると巨大な斬撃となりクレーターができるほどだった。終わった。ぐへへ、お嬢ちゃん俺の女にならねえか。俺は男なんだよ。とまあいろいろありセブンスの実力者となったわけだ。あの時マジでビビった。だっていきなりただのパンチでクレーター上の大穴ができて復元してなかったことにしたんだよな。まあその後は能力の確認審査が行われていろいろ発覚してセブンスの実力者となったわけだ。俺は別にこんな力欲しくなかったんだけどな。誰ですかさっきからずっと見ている人は。あらわかるのね。さすがセブンスの実力者となった山本真雲くん。こいつなんて俺の名前。いやそれよりも、いきなり無許可で家に侵入しやがって不法侵入で警察に連絡させてもらうぞ。あら、それは困るわね。それに不法侵入したことは謝罪するわ。山本真雲くん、あなたには幻想学園に入学させてもらうわ。いきなりそう言われてはい、行きますってなるか普通。お前誰だよ。私は薬もゆかり。幻想学園の学長であり実力はないんすよ。ナインスは人間卒業の実力者です。おいおい、幻想学園って言えば世界屈指の能力学園。様々な能力者たちが学園生活している偏差値ランキングトップに入る名門学園じゃねえか。で、その学長さんが俺をその学園に入学してくれって話か。ま、そういうことになるわね。断る。俺だってこんな力欲しくなかったし、今更学園に行けるか普通。行ったところで何になる。そう、なら強制的に来てもらうわ。おいおい、ふざけるんじゃねえよ。ナインスの実力者の攻撃当たったらただじゃつまんわ。あこ能力を聞かせたら正当防衛になることを祈るしかない。武器創作に本当デザートイーグル。行くぞ。このクザセブンスの実力者となった。そのエース比較の実力者となるわね。それでもあの入れ墨はまさかね。そろそろ蹴りをつけましょう。スペルカード発動。敗戦。ぶらり廃液下車の旅。ラン、ちょっと来て。お呼びでしょうか。この子を家に運んでおいて。かしこまりました。この子は薬村エースの実力者。では失礼します。山本真雲くんと戦って一つ分かったことが、分かったことがある。あの子がおそらくあいつの器でほぼ確定ね。でもあいつどうして真雲くんの中にいるのかしら。調べてみましょう。